山車は山車か山車族の一か一族一種の植物である。別名、鳥持ちの木とも呼ばれ、鳥持ちが取れることで知られている東アジア特産の騎士植物の木本である。日本では本州、四国、九州、琉球、伊豆諸島に東アジアでは台湾、朝鮮半島南部に分布する、常緑紅葉樹、高木であり、 高さは20メートルに達するものもある。葉は長さ2から9センチメートルの傭兵を持って枝先に護生し、車状に隣生する。洋芯は厚みがある。高等卵型から強等卵型で、長さ5から14センチメートル、幅2から8センチメートル、表面は皮質で光沢があり、裏面は粉白色を帯びる。葉先はお状に尖り、 木部はくさび型で、円の上部に波状鈍巨子がある。下記は5から6月。枝先に長さ7から12センチメートルの相乗果樹を出して、10から20個ほどまとまった黄緑色の花をつける。花の直径は約1センチメートルで、学編はない。秋に種子をつけ、11から12月に褐色に熟す。山車は他の紅葉樹と異なり、 信葉樹と同じく仮道管によって、水を吸い上げる気候を持つため、寒気の強い亜鉱山帯や乾燥した岩場、豪雪地帯でも適応できる。生態的には、岩角地やその上部の岩の露出しがちなおねなど、空気の動きのある場所を好む。岩南天や岩井立地市だと同時に現れやすい。場所によってはひなすげなどもセットで見られる。常緑樹としては、 標高の高いところにも出現するが、南部低地でも見られ、生態分布が非常に広い。大にして生きた樹木の上に溜まった土や苔から、発芽し、着生する姿も見られる。陶器はセビ、岩南天などと同様、場所により葉が裏に巻き、だらしなく下水しているのを見ることも多い。これは葉をつけたまま冬を乗り切る、様々な植物、スイカズラなどでも見られる。インジュで 非常に成長が遅く、手入れがしやいことから、小建て住宅の植栽に使用される。東北地方中部から沖縄の地域にかけて植栽可能で、植栽適期は3月、6から7月、9から10月だとされる。鳥餅が取れることから山車を餅の木と呼ぶ地方がある。標準和名の餅の木は餅の木かの別種。ありがとうございます。